クトリー210。今敵艦艇がレーダーに入った。あと4分で遭遇予定。210、こちらズール5ブラボー、アイシダイ攻撃せよ。艦長、こちら同様嵐もコースを変え、ますます大きくなって後ろからやってきます。攻撃機を起動させろ。ちょっとそれは待ってください。どういうことだ。歴史を修正するいいチャンスじゃないですか。40年前はあんな風に終わったけど、今度はそうはいかない。しかもあなたにはその力がある。君は黙っていろ。作戦中止、攻撃機を起動させろ。いいか、シグナルはバスターだ。もう一度繰り返す。シグナルはバスター。了解、シグナルはバスター。攻撃部隊、こちら攻撃隊長。作戦は中止、補完に祈祷せよ。作戦中止、そこに見えてるのに。くそ、また奴らに攻められるのかよ。こちら艦長、よく聞いてくれ。昨日の嵐がもう一度やってくる。各自心してこれに備えよう。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースを申し上げます。今朝7時55分、敵の攻撃機、爆撃機多数が真珠湾を攻撃しました。1941年12月7日、この日は我々にとって忌まわしい日となりました。攻撃機から連絡は？ありません。もっと呼ぶんだ。副長、被害状況を調べろ。はい、よいしょ。電話で被害状況を調べろ。はっ。コースは180か。コースは180のまま。よろしい。各部署、被害状況をどうぞ。帰ってきたぞ。どこだ。入港の礼とともにアリゾナに敬意を表する。